こんばんは。こんばんは。おはようございますですね。確かに寝てた。こんばんは。50分ぐらい。ふっちゃん、ハロー、ハロー。こんばんは。でもちょっと目覚めました。目覚めたっていうか、すっきりしました。そう、今日はリハーサルしてから今眠そう。でもなんか寝ろって言われたら寝るわって言って寝れる感じです。そう、時間通り。そうなんです。明日お話し会です。今年初、今年初お話し会、嬉しい。私は夕方からかな。明日は明けおめですね。確かに明けおめのやつ、そう、明日はベレー帽をかぶろうと思ってるの。あのね、誕生日プレゼントに親友の子からいただいたベレー帽、まだ一回もかぶってなくて、多分ショールームで見せたと思うんだけど、一回もかぶってなくてまだそれは明日お話し会でかぶろうかなって思ってます。鼻詰まってるかな。嘘、昨日寒かったからめちゃくちゃくしゃみ出た。成人おめでとうも言いたいねって。そう、あ、そうだそっか、明日成人式じゃんね、忘れてたわ。そうなんだ、成人の日か明日。わお、そういえばそうだ、なんか成人式なくなったからさ、もうなんか普通の日な感じがしてた。普通に、そう、そうだった大阪はリモート、リモートと思うよ。そう、でも帰れないし、広島のも延期だし、神田明神のもあれなんで、あ、リモートって言ってもうなんかその会場には行かないと、なんて言ったらいいんだろう、なんか中学校ごとに集まって市長さんとつなげるリモートだから、私は広島にいるから 見えないし、参加はできないし、参加しないって感じなので、そうなんです。なのでそういうリモートなんですよ。だから私はダメなんですよ。
そうそう。お友達はそう、あの着付けするって言ってた明日。ちょっとね、残念だね、確かに。あ、でもアイドルやっててよかった。なんか振り袖いっぱい着れるから嬉しい。生写真とかでも着れたし嬉しいです。こんばんは。ふーちゃんと前撮りした、前撮りしたよ。寝てたからかちょい前髪やばめじゃない？いいんだよ、そういうこと言わない方がいいですよ、あんまりいいんですよ、もうこれも素の風だと思ってください。明日結局暇な、あ、そうだね、明日結局暇だね、何もないから。チェキ会ね、チェキ会何しようかな、いろんなのしたいけどな、楽しみ。そう、こんばんは。今の髪の長さ良きです。本当ですか？ちょっと伸びたよね。でも今ぐらい、今伸ばしたい気持ちもあるけど、もう髪の毛の情緒に関しては私常に不安定なんですよ。もう葛藤してるから、いつもどうしようかなーって。書き初めの字ふにゃふにゃだねそうだよ、書き初め10分で終わった。10分もかかってないかも。髪の毛長い時あったよ、幼稚園生の時。こんばんは。そう、マイカーの流れ爆笑したね、知らなかった、みんなが何か、私が一人目だったんですよ、私とココアが。なんか1月4日に私仕事始めだったんですけど、1月4日の仕事始めのメンバーがフーとココアしかいなくて、みんな多分5か6からで、だからフーと
ココアが筆も最初に使いました。イエーイ。そう、そうなのよ。こんばんは。誰のが一番面白かった？誰だろう？2期生ちゃんみんな面白かったな。でも私はりねちゃんがりねちゃんって感じで好きだったな。うつみりねちゃんのなんかツイッターのなんかさ、あれあったじゃん、メンバーツイッター STU の2期生用のツイッターのやつがなんかいつもなんかツイートの文字とかがすごいなんとかでよーみたいな、なんかもうギャルなんですよとにかくそうで、なんかそれが書き初めにもすごいなんか感謝って書いてて、そうそう、感謝の謝がカタカナでシャッシャ、なんかちっちゃいやつがいっぱい書いてて、なんか感謝なんかりねちゃんだって思いました。そうほんとに面白い。みんなおきちゃんバンされない、バンされてるからダメだよ。こんばんは。パンパンパン。そうね、書き初めっていうのもなんかあんまりやらないよね。アイドルやってなかったらやってなかったかも。授業時だね、確かに。学校で習字やらなかった？やったけど書き初め覚えてないな、あんま記憶にないかも。中学はなかった、小学校だけだったなって。うん、小学校の時はあった。でも全然覚えてないな。書き初め宿題になってなかった？なってなかった。そういえばあったね、冬休みの宿題とかやってたな。夏休みの宿題とかもうめっちゃ嫌だったね、宿題。こんばんは。
最後になって追い込むタイプだった。いや、どうだろう、ちょこちょこやってたかな。でも苦手なやつ全然やらなかったから、算数とか置いてた、いつも。し、なんか提出日がなんか授業によって違うじゃないですか。そう、クラスとかによって、それによって、そう、最初にやるやつ選んでた。自由研究とかはなんか全然出さなくてめっちゃ怒られました。ギリギリまで、なんかさ、自由研究、そう、そうなんです。いや、なんかすっとぼけるの得意だったから、多分よくなんか何ページか飛ばしてったりしました。なんかあれーみたいなよく言ってました。でもなんか悪でしたね、不真面目でした。2ページぐらい算数のページ飛ばして、そう、あれあれ飛んでるみたいな、飛んでた、あれ、毎回バレてましたけど先生に。これは計画的犯行やってよく言われて、はい、怒られる、しっかり怒られる、はい、すいませんでした。そう、そう、バレますね、すぐバレる。結局やったの、やりますよ。てか、なんかなんなら多くやらされました、それで。何年生ぐらいの時か忘れたけど、4年生ぐらいの時かな、多くやらされました。それでそっからはもう一切やってない。一回だけやった、それで「おい」とか言ってたら、そう、倍返しですね。そう、倍返し食らって。何事も経験だなと思いました。そう、そうそうそう、中学校ってあったっけ宿題、全然覚えてない、もう記憶にないわ。中学校の記憶がもうスコーンって飛んでる、授業とかの、全然覚えてない。あったのかな、まあ、あったんだろうけど全然覚えてない。うん、なんだっけな、全然覚えてないな。本当に覚えてないわ。何、どんな出来事があったかとか。中学は何してたっけな。小テストあった。つい最近じゃないですよ、何年前よ。だって今20歳でしょ、15とかでしょ、5年前よ。もう全く覚えてないですね。文化祭なかった、中学は。
あ、なんか中学と高1の記憶がごっちゃになってるんですよね。うん、テストとかは。あ、中学はテストあったわ。テストはあるか、そりゃ。あった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 。思い出した。あったあった。中間と期末か。あったわ。そうだった。テストはでも頑張ってたな。頑張ってた頑張ってた。体育祭もあったよ、中学。そう。実力テストはなかったかな。中学時代の最高テストで最高何点取った。あ、でも88とかな気がする。90はあったかな。でも90あったら絶対覚えてるはずだから多分なかったと思う。88とかだと思う。成績はほぼ3です。5は1回も取ったことない。5段階評価だった、うん、ふーちゃん何が得意なの。家庭科家庭科苦手だよ。私は社会が得意やったな。社会得意やった。そう。覚えるの得意です。暗記が得意だったから、文系ですね多分。でも国語はとか得意でした。なんかそう、受験の時もその高校受験の時もなんか国語とか社会とかは全然偏差値大丈夫だって、もうただただ数学がやばすぎて、そうそうなんです。数学はなんか理解はあんましてないけど、なんか頑張って公式覚えてやってたって感じ。私割り算の段階でつまずいてましたもん、小学校の。そう、パーセントとか未だに何パーセント割引とか未だに計算できないですね。そう、ルート？ルートは全然わかんない、もうみじんも覚えてない。因数分解とかもうずっと目まん丸にして授業聞いてました。何を言ってるんだろうって思いながら聞いてた。数学弱いんですよね、めっちゃ難しくて。
素数とかも全然覚えな、らんなくて。そう、そう、でもなんか数学の先生が、そうだ、中学の時のなんか数学担当の先生がめっちゃなんか面白くて優しくて、なんかすごいなんかみんなに甘かったの、全員に、風だけじゃなくてみんなに甘々で、みんながなんかもう全然わかんないやって、自習の時とかなってても、まあね、将来はねそんなに使わないんでねみたいな感じで言ってた思い出がある。え、使わないんですかって、まあでも一応ね、やっといてもらってねって言ってて、そう、優しかった、めっちゃ優しいというか面白かった。そう、学校の先生って個性強い人多い気がする。そう、音楽の先生とか美術の先生も個性派多いよね。多かったイメージある。そう、だからよくモノマネされるんか先生って言って、そうだね、ちょっと目覚めてきたよ今。あ、時計、あ、うん、一番人生の役に立ってるの、え、なんだろう、道徳じゃない、うん、あ、現代文好き、私も古文も好きだった、あの古文の単語は嫌いだったけど、古文の文章をなんか読むとなんか昔の人の考えとか面白くて好きだった、うん、現代語訳面白い、懐かしいね、学生戻りたい、学年戻りない、もう学生戻りたい、懐かしい、もう小2ぐらいからやり直したい勉強したくない、私勉強もしたいな、うん、そう、うん、今も学生気分じゃない、今はでもそんなことないかも、今は、今もなんかボケーとしてるけど特に何も考えてないけど、そうだね、今はもうなんかいい、もうわーって感じ、
ふーちゃんちゃんとプロ意識ありそう。プロ意識、プロ意識ってなんだろう。こんばんは。ちゃんとしてる？ありがとうございます。ありがとうございます。そんな褒めていただいて。そうなんです。もっと広めてください。じゃあ。そう、最近ちゃんとメイクしてないな。2月に楽しみなこと？なんだろうな。シングル発売じゃない？ね。シングル発売あるね。口元にほくろある。そう、このここにほくろがある。なんかさ、シングル出せるってすごいよなって改めて思う。もっとなんかありがたく感じなきゃいけない気がしてる自分が。そう、武道館できる、うん、まあ不安もあるけどね。モード変わったモード変わった、戻すそう、お仕事あるの当たり前じゃないって思う。なんかコロナ経験してめっちゃなおさら思った。何もない時期とかもあって、なんかお仕事もっと大事にしなきゃって思うし、でもいっぱいなんか いつもさやりたいことをたくさんやらせてもらってるけど、なんか苦手だなって思うこともあるわけですよ。そう、やっぱロケとかでもなんかロケで喋るのうまくいかなかったなとかあるけど、なんかそういうのも一個一個なんか大事にしなきゃなって思う本当に、うん、こんばんは。
でもなんか何のためにやってるかを忘れそうになるじゃないですか。なんかない、なんか自分のなんて言うんですか、自分のさ、アイドル目指した理由じゃないけど、そういうのなんかいっぱい、でもコロナの期間にちゃんと考えれたというか、それはでも良かったかなって思う。なんかいろんなお仕事させてもらってたらさ、ね、そういうのね、一体何のために始めペダルほんまやな、ペダル聞こうみんなで。自粛期間にモチベーション下がらなかった、モチベーションというか、なんか普通にホームシックになった。なんか結構私が広島に来てまでやりたかったことってなんだろうとかめっちゃ考えたしそう、なんか親元離れてまでやってるこのSTU ってなんか自分何したいんだろうみたいなとかめっちゃ考えた。でなんかそれバーってなんかノートとかにガーって書いてたりすると、なんかスッキリするそう、書くの好き。でもバーって頭整理できるのすごく、うん、そう、門外不出の風ノート、そうですそうです、門外不出の風ノートです、門外不出ですよ。公開予定ないよ、誰にも見せない。デスノート、それはまた違うノートだからデスノートは違うノートだから、いやだからデスノートじゃないんだけど、もうすでになんかデスノートとか言ってるけどデスノートじゃないから愛のノートと言ってくださいよ、愛がこもってるんだよ。私でも自分のノートとか読まれたら私多分もう一生みんなの前に現れないと思う。もうそれぐらい見られたくない悪くないですか、でもそういうの、なんか自分の日記とかは見せるもんじゃないですかね。やばいというか、なんか自分の気持ちを全部さらけ出すのにそんなに抵抗がないことがない、ん？抵抗がないことが、抵抗がある、すごく抵抗というか、なんか怖くないですか、人にそういう自分の心を全部見せるとか、人にっていうか、なんて言うんだらいいんだろうな、そういうのそういう感じよ、でも伝われ、そうそうなのよ、そうなんですよ
ノートだけみたいで、どれ表紙普通のノートだよノートいっぱいあるのも、うん、好き。家族にも見せれない、見せれない見せれない、もう誰一人として人間には見せれないって感じ。文字が読めない、なんか犬とか猫なら読みなーっつって見せれるかもしんないけどそうだよ、猫に見せ、猫、そうだね、テントラムに見せようかな猫になったんだよなディッシュさん、携帯のメモとかにはあのね、毎日会ったことを打ち込む、メールに送る内容とかをメモしたりする。そう、なんか例えばメール送る時間なくてでも誰々が面白いことしてたとか、なんか歩いてたら変な花があったとかそういうのはなんかメールに、なんか朝歩いてたら花あったみたいな、もう端的に書く。そう、書かないよ何ポエム、ポエマーじゃないですから私。それ見返すことはほとんどないかな、もうその日のうちに結構メールに送っちゃうんで。そう、ポエム書いてそう、書いてないよ。おきちゃんの方が書いてそう。おきちゃん小説とか書くじゃん。結構。ね。曲の歌詞書いてみたいとかある？あ、でもそれはちょっと興味あるかも。今年一番ちゃんとしたいなってこと？一番ちゃんとしたいのは、でもなんかあれですかね、普通の生活のなんかスタイル、なんて言うんだろう、今すごくもう荒れてるというか、寝る時間もバラバラ、まあでもしょうがない、無理なんですけどね、夜帰ってくる時間もバラバラだし。でもなるべく生活リズムを整えるそう、ちゃんとしたい、そうかなとか、なんか丁寧に暮らす目標、今年の目標ですね、丁寧な暮らし無印いこうかなはい、そうなんですよ、なるべく丁寧な暮らし、ご飯とかもちゃんとしたの食べてとか、そう、無印大好きだよ、よく行きます無印良品、何も買わなくても物色してるだけで楽しい。そう、
寝落ちおきちゃん、はい、今日おきちゃんとそうちょっと買い物行った。欲しいもの一個も買えなくて、ただのおきちゃんとの散歩になってしまった。1時間くらい。そう、無印の店員さんが好き。無印の店員さんすごい好き。シンプルで清潔感があるから素敵だなと思いますね。おきと散歩でした。ずっと喋ってた。でもいろんな話、そう最近おきちゃんと仲いい気がする最近最近とか言ったらあれですね。ふーちゃん、そうこれはジェラートピケのやつですね。耳がついて、これ部屋着でなんかあったかいからいつもこれ着てる。朝とかパジャマだと寒いから、きちゃん1個上だね。犬だよ。前髪が終わりを迎えておるよ。今日汗かいた。めっちゃ武道館リハして、東京寒いから気ぃつけてね。寒そうだね東京。ちょっと怖いですね行くの。なんだかんだ言いつつ、でも楽しみの気持ちもあるし。前髪かわいいで、うま、ありがとう。広島は寒いな、結構寒いな。東京寒そうやな。緊張する、めっちゃめっちゃ緊張する。どうか皆さん来てくださる方のことも見つけながらカメラにもしっかりアピールするので、配信見られる方はぜひヤブスターのことを見ててくださいな。頑張ります、一生懸命。心が行きます。お、嬉しい。心、じゃあ心受け取るわ。魂だけ武道館に送っておく。ありがとう、嬉しい。みんな優しい本当に。私なんかすごいさ、なんかファンレターとか見てたらさ、なんかふっちゃんに出会えてからすごい毎日楽しいですとか書いてくださってる方とかいて、なんかもう私はなんかもっと頑張ろうって思った。そういうの見て、そう昨日の夜部屋片付けしててさ、それでさ片付けしてたらさ、なんかさ見返しちゃうあるあるあるじゃん。なんかアルバムとかさ昔の写真とか見返しちゃうじゃんか。それでなんかすごい読んでたのファンレターを。そうそうなのよ。嬉しい、本当に本当に嬉しい。もう本当に嬉しい。
何書いたか忘れたで。おい覚えておけよ大事やろが、うん、アイドルって素敵。そう、アイドルって本当に素敵だと思う。すごく幸せな職業。明日なんかね、配信したいな。昼くらいに成人式ないし、暇だし。みんな暇暇じゃないか。みんなでも何してんの明日。何もしてないのかな。みんな何してるの。お、明日じゃあ何しよう。何配信にしようかな。何配信がいい。何配信がいいんだ。振り袖着れないよ。一人暮らしの家に振り袖ないもん。実家だったらね、おばあちゃんのあったから着れた、羽織れるぐらいだった。昼食作り配信。ちょっと武道館までダイエット中なのでスープばっかり飲んでるんですすまんな。武道館終わったら料理配信するわ、うん、メイク配信、うん、それもありだな。武道館は落ち着いたらカラオケボックス配信をね、やりたい。この間千穂ちゃんやってるのを見て私もやろうって思った。やるね今度。私カラオケめったにやらない。なぜならイヤホンがないからです。買おうかな。そうそう、そうなんだよね。そうなんだよ。筋トレ配信、成人式の日にいいね、シュールでそれもちょっといいね。確かにちょっと考えるね。うん、ありがとう。ちょっとじゃあランキング読むね。成人の日に何してんだって言われそうだねワイヤレスイヤホン持ってるけど、なんかショールームだとできないんですよね。あのカラオケみたいな。30位おかず、29位なの、28位平田区、27位かやたん。ノートには名前書かないでください。お、書かれたいってことだろ。26位松前、25位トップティーの和尚、24位カープ初公開ふーちゃん大好き、23位森健銀河、22位まさし、21位テラ、ツール集中につきいないことが多々あります。あら、いないのかな今。20位カズニーヤチ、19位がディネオフウとサラピオシ、18位が田中ジョン、17位がリッピピ、明日のお話会よろしく、今月はたくさん話せるねね。16位が奥行き、15位がナサカ、14位がデュラント、13位がテリーピン、12位がライ、11位がドリン。明日お話会間に合うように仕事頑張る、お頑張れ頑張れ。10位がマサール、リモート会楽しみね。9位が鳥海、武道館に向き初めてうちわ作ったけど難しくね。うちわ作る人本当にすごいと思う、ありがとう。8位がロングソード、7位が高新、6位が秋秋秋、そういえばポチの友達来たの、サンタボのクマ、あ、いるよそこに見せますね、確かに今度そこにいる。ありがとうありがとう。
5位がセティン、明日は明けおめで始まるお話か、よろしくよろしくお願いします。4位がブビン、明日はよろしくよろしく。3位が花丸くん、ありがとうございました。そして2位が東京のスワンさん、ありがとうございました。そして1位がサイゾウフーオシー、ありがとうございました。イエーイ、皆さん今日もありがとうございました。明日は2時ぐらいから配信するかも、14時ぐらいから配信します。それではまた明日、元気そうでよかった、元気だよ、ふうはいつだって、ありがとう。ツイッターとインスタ更新する、今から下書きはしたぜ。それではポチッとボタンを押してきます。おやすみなさい。